どうも、わたくわです。今回はこちらね、レニノコギリクワガタっていうノコギリクワガタなんですけど、今回はこのレニノコギリクワガタの、産卵セットのね、割り出しをやっていきたいと思います。こちらのね、レニノコギリクワガタ、最近ね、ようやくね、市場に、まあ、結構流通し始めたクワガタなんですけど、成虫価格がだいたいね、ペアで4万から5万円くらい。安いところだとね、もうちょっと安く販売してるところもあると思うんですけど、だいたい数万円するっていう、ちょっとお高いクワガタになります。ペアを今回ね、産卵させて産卵セット組んだんですけど、今回ね、なんとか産卵された卵が孵化したのが確認できたんで、今回ね、割り出しをやっていこうと思います。もうね、ここにこれ幼虫、もう動いてるじゃないですか。これもうね、いるんですよ。で、これちょっと見づらいんですけど、ここにもね、今卵があって、これケースの裏を見るともうね、卵がね、5個以上は確認できるっていう状態なんですよ。で、その中でも一部の個体がもうこういう風に孵化してるんで、で、まだね、これメスも元気で産卵してる途中なんで、孵化したばかりの一例幼虫と卵を回収するっていうことでやっていきたいと思います。結構ね、ノコギリクワガタの仲間って産卵してる時に、産卵に必要なね、タンパク質とかが足りなくなってくると、自分で産んだ卵とかね、幼虫を自分で食べちゃったりして、それでね、放棄をしてまた産卵するっていう行動しちゃうんで、できるだけね、早めに取り出してあげた方がいいと思うんですけど、卵の状態で取り出すとね、やっぱり卵って結構デリケートなんで、いつ取り出すかっていうのが結構ね、悩みどころではあるんですけども、今回はもうね、幼虫がちょうどね、孵化したんで、なるべくね、数を確保したいっていうことで、今回はね、産卵セット組んでから約ちょうど1ヶ月目くらいですね。そのくらいで、ちょっと産卵セットをね、一回割り出してみようかなと思います。それではね、割り出しに移っていこうかなと思います。それではね、産卵セット、割り出していこうかなと思います。結構ね、ゼリー入れてたんですけど、どれもね、かなり食べてますね。今回ね、この産卵セット自体は、最初はね、オスメス、同居させて、産卵セットの中でオスとメスをね、一緒に入れて、で、ケースの側面から卵がね、確認できるようになってから、早めにね、オスだけを取り出して、メスだけに産卵させるっていうね、ことをやりました。詳しいね、セット内容は、ちょっとね、前回セット組む時のね、動画を撮ってるんで、そちらのね、動画を参考にしていただければなと思います。じゃあね、もうひっくり返しちゃいましょうか。よいしょ。じゃあ、ひっくり返します。よし。今ひっくり返したんですけど、もうね、これ、ちょっと白いのが、卵が、1、2、3、4、5、6、7個あって、おそらくね、もう幼虫孵化してるのがね、1、2、3個ありますね。もうね、やっぱり、側面からでも結構確認できるんですよ。これはね、結構、期待できますね。よし。じゃあね、慎重に割っていきましょう。こちらが一例幼虫ですね。1匹目取れました。まあね、しっかり元気に孵化して、まだ孵化して1週間経ったかどうかくらいですけど、この個体はね、もうお腹が黒っぽくなってるんで、しっかりね、産卵セットのマットを食べてる証拠ですね。結構ね、そのレニノコギリクワガタって、いわゆる高学種って言われてるだけあって、あれなんですよね、成虫もね、ワンペア4、5万するらしいんですけど、卵ですね、卵は一旦ね、こっちで。幼虫もね、孵化してすぐの初齢幼虫とか初二齢とか、そういう幼虫が4匹セットとか5匹セットとかで販売されるんですけど、4匹セットでね、1万いくらとかね、そういう値段帯でヤフオクで販売されてるやばい種類なんで、ちょっとね、慎重にね、じっくりしっかりね、割り出しをやっていこうかなと思います。よかったです。結構産んでくれたみたいで、大成功と言っても過言じゃないのかなと、こんな感じでね、結構ね、そのケースの底の面にたくさん産んでくれてる印象ですね。ちょっと卵はね、こういう風にマットごと回収して、最終的にね、ちょっとプリンカップで孵化するまで管理しようかなと思います。やっぱりね、この産卵仕方は国産のノコギリクワガタとあんまり変わらないような
感じで、まあ、今回ね、一応材も入れたんですけど、やっぱりね、側面から卵が見えるってことは材関係なしにマットを固めたところに産卵するっていうことだと思うんでね、ここね、これが孵化したての初齢幼虫で、こっちにもいますね、ここにもね、これも初齢幼虫です。本当にね、ここ数日で孵化してきた個体も結構いますね。まずはね、この見えるところにいる個体をね、回収しましょう。これもね、初齢幼虫でね、まだね、体が真っ白で、本当にここ1日2日で孵化して、まだね、マットはしっかり食べられてないっていう状態だと思います。こういう個体はね、本当に慎重に扱った方がいいですね。意外とまだこの見える位置にある卵とか初齢幼虫以外は意外となさそうですね。あ、でもあるある、こちら今卵ありました。まだ産みたてでちっちゃい卵が多いんで、本当にね、気をつけないと見つけられないですね。これは結構しっかり観察しないと危ないですね。はい、卵ありますね。お、あ、幼虫いる、幼虫いるじゃん。幼虫がこれ結構ね、そこの方から今幼虫が出てきました。ね、卵もね、慎重に扱って、ケースの本当に底の方のマットを固く詰めたところに、まあ、卵もね、幼虫もまとまっている印象ですね。とりあえずね、見えるところ適当に割って、今ね、初齢幼虫5匹と卵は8個確保できました。これでもう合わせて10匹以上はね、多分確保できたんじゃないかなと思います。ここからはね、本当に少しずつ割り出してできる限り回収できたらなぁと思ってます。そのレニノコギリクワガタを飼育している人の話を聞くと、やっぱりね、その現地では結構個体数が少なくて、現地から入る数っていうのはすごい少ない種類なんだけど、飼育してみると意外とその飼育自体は他のね、ノコギリクワガタと同じような感じで、そこまで難しい種類じゃないっていう話で、実際にね、やっぱりその分類的にもアスタコイデス、あ、幼虫いたいたいたいますね、幼虫。分類的にもアスタコイデスノコギリクワガタとね、結構近いというか、アスタコイデスの亜種っていうね、区分がされてるようなクワガタなんで、お、あ、メスいましたね。まあ、メスが。まだまだメス、元気ですね。伏せつがけも全然なくて、まだまだこれね、しっかりね、餌あげれば産卵ね、続けてくれそうな感じですね。ちょっと持ってみた感じ軽いかもしれないんですけど、まあ、足はね、しっかりしてるんでね、ちょっとね、これ続けて産卵セット組んでいこうかなと思います。いやー、でもね、良かったです。想像以上にね、失敗っていう形じゃなくて、まあ、なんだかんだね、有精卵を産んでくれてるんで、まずね、類代分はね、もう確保できそうなんでね、良かったですね。これ今産卵木、埋め込んだ産卵木を見てるんですけど、やっぱりね、この産卵木って、この産卵木の周りからね、変なこういうちょっとボソボソのね、これはね、その産卵木の中にあった菌がちょっとね、マットの方に移っちゃって、マットに悪さしてって、多分ね、こんな感じになってると思うんですよ。あ、でもよく見るとこれかなり材かじった形跡ありますね。これもしかしたら材の中産卵してるかもしれないですね。ちょっとこことかも、あ、かなりかじった跡はありますね。ただちょっと材からも変な菌が出ちゃってるんで、この材をね、このまま埋め込むのはちょっと危険かなと思うんで、今回はね、ちょっとこの材は取り除こうかなと思います。でもこれ見る限りね、ここもここもここもこの辺もね、かなり削ってくれてるみたいなんで、ちょっとね、これ中にね、いっぱい産卵してる可能性があるんで、これはまだ、まあ、産卵してるとしてもすごいちっちゃい幼虫か卵だと思うんで、今回はこれ割り出さずに、ちょっと幼虫がある程度大きくなるまで、あと材がね、簡単に崩せるようになるまで、ちょっとこれは1ヶ月か2ヶ月くらいに様子を見ようかなと思います。いました、初齢幼虫。ここにもいる。これ材の周りにもやっぱり産卵してますね。これは幼虫だったらかろうじて見えるけど、卵だと、あ、いた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 、ここちょっとね、菌に巻かれそうになってる幼虫いますね。
レニノコギリ自体はそんなに弱くない種類、どんな環境でもたくましく生きてくれるような種類だと思うんで、やっぱりね飼育難易度っていうのを考えるとかなりね飼育しやすい種類、産卵させやすい種類なんじゃないかなと思います。まだね卵もやっぱありますね。卵は結構そのマットの底の方から得られますね。これで今卵が10個目です。ちなみに今回ね産卵セット組んだ環境は温度がねだいたい、おー痛い痛い痛い、結構出てきますね。温度帯は本当に23度24度くらいの、そんなにね低温っていうわけでもない、そんなに気を使わない温度帯でやってました。そんなにね高温に弱いような種類っていうわけでもなく、飼育自体も本当に国産のノコギリをね飼育するような感じで、もちろん冬場はねそんなに温度は下げちゃいけないと思うんですけど、そこまで気にしなくてもね十分幼虫飼育も成虫の産卵もねできちゃうような種類なんだろうなっていうね感じですね。今はねそのかなり高学種と言われてて結構な値段する種類になっちゃってるんですけど、これだけ飼育しやすい種類となってくると、類代して増やす人もね結構多いと思うんで、もしかしたらねこれ来年あたりかなり値段帯落ち着いてるかもしれないですね。それこそ我が家で飼育しているグアンクシーシカノコギリクワガタとかね、そういうクワガタもやっぱり入荷当初は本当に現地だとねすごい少なくて、入荷しづらい、本当にね珍しい珍品って言われてるすごい種類だったんで、入荷当初はめちゃくちゃね値段が張ってたらしいんですけど、飼育がねめちゃくちゃ簡単でいっぱいね増やす人がいると、希少価値っていう部分でね流通する量がね結構多くなってくると販売価格が、結構ね下がってきたりっていうことが起こるんで、この種類はね今かなり目立っているというか、ノコギリクワガタが好きな人はかなりね気になってる種類だと思うん で結構ね顎の形もかっこいいね、サイズもやっぱり50ミリ60ミリとかそのくらいになってくるかっこいい虫なんで、飼育したいと思う人がすごい多いと思うんですよ。で実際に飼育していっぱい増やして手に余るくらいの数ね結構増えたりする種類なんで、やっぱりね手に余るくらいのね数に増えるような種類になってくると、増やした人が、販売に回したりとか人にね配ったりっていうことがすごいね考えられる種類なんで、今はかなり高額種って言われてるけど、もしかしたらね1年後2年後とかにはねかなりね値段帯が落ち着いてる種類なんじゃないかなと僕は思います。はい、あ卵だ、卵がありました。そうですね、でも産地が本当にその中国の、海南島っていうね中国南部のね本当に行きづらい島みたいなところらしくて、そこからね本当に入荷をすること自体っていうのはすごい難しい生態みたいなんで、今後ねその野外からの供給があるかどうかっていうとね本当に難しい種類だと思います。それもねやっぱりグアンクシシカノコギリクワガタとか、他にニジロクワガタとかもね、あれも現地だとめちゃくちゃ珍しいけど飼育してる人が多くて、飼育もねかなり簡単でねやり方さえ分かってればかなり増やすことができる種類ってなってくると、相場が結構変動して安い値段帯に落ち着くっていうことが起こるんでね、レニノコもね安くなると思ってます。卵ありました。今回ねおそらくねもう卵これ14個くらい得られて、幼虫も今の段階で幼虫9匹確保できてるんで、間違いなくね類代分を確保できてる初齢幼虫まだまだいました。これで多分10匹目ですね。幼虫も2桁いって、卵もねもう14個確保できてて、こちら一応埋まりましたね。まだまだいると思うんで、ちょっとねこのマットをしっかりね確認していこうかなと。あいたいた、転がった。こちら初齢幼虫まだまだいます。で今回ね産卵セット組んで本当に1ヶ月経ったくらいで、産卵してから卵自体も産卵されてからだいたい2、3週間くらいでね孵化しているような感じですね。どれも本当にここ2、3日で孵化しているような個体がだいぶ多くて、時々ねでかいのが混ざってくるっていう感じなんで、いやでもね本当にレニノコギリクワガタね、今回ねシュモクザメさんから幼虫をいただいて
今回ね飼育してね、なんとか類大成功っていう形になったんですけど、多分ね僕が今まで飼育してきたクワガタの中で、まあ、相場っていうことを考えると、もしかしたらね一番高価なクワガタなのかもしれないですね。それだけにねこのクワガタは、まあ、どうしてもね成功させたかったんで、本当にね羽化してからもしっかりね活動を開始するまで、まあ、成熟期間をしっかりね取ったんですよね。公職も開始してからやっぱりね2ヶ月以上3ヶ月くらいはちょっと時間を取りましたね。やっぱりねノコギリクワガタはやっぱり休眠する種類なんで、成虫になってからすぐにね交尾産卵ができるっていうことは少ないみたいなんですよね。で僕もそのノコギリクワガタの経験がまだまだね少ないんで、本当に、ね、見よう見まねでまあ、ビクビクしながらね今回最終的にはそのオスとメスに任せようっていうことで産卵セットに同居して、あとはもう神に祈るみたいなそういうね方法でやって、なんとかうまくいったんですけど、これがね本当に成熟が揃ってないと交尾して産卵したとしても無精卵を、ね、連発しちゃって、でそのうちにねメスが息絶えちゃうみたいな、そういうねこともあるんで、やっぱりねそのノコギリクワガタ全般に言えるんですけど、成虫になってからある程度はねその待ってあげてから類大を開始するっていうのがね必要かもしれないですね。まあ、今回見る感じね結構幼虫も孵化してますし、卵もかなりね膨らんでるものが多く確認できるんで、なんとかねいい状態で交尾産卵させられることがねできたんじゃないかなと勝手に思ってます。でもね、レニノコギリクワガタね今回門がないタイプ、全身真っ黒なタイプの親をね使用したんですけど、やっぱりねこの体の色も結構遺伝するみたいで、おそらくはねその生まれてくる子供も、まあ、ブラックタイプのね個体なんじゃないかなと思います。でもね中には体に門がある、ちょっとねオレンジの差し色が入るね綺麗なカラーの個体もレニノコギリクワガタねいるみたいなんで、いつかねそういうラインの個体もね飼育したりとか、掛け合わせでねどんな色が出るのかとか、そういうのもね試してみたい種類ですよね。そのうちやっぱり飼育してる人も今後増えてくる種類だと思うんで、入手しやすくなってくるんじゃないかなと思います。やっぱりね高い種類って皆さんね失敗したくないんですよお金を出して購入した種類っていうのは本当にねみんな損したくない、失敗したくないっていう人が本当に多いんで、僕もやっぱりレニノコギリクワガタね、やっぱ成虫ね 4,5 万するって言われたらちょっと足が震えましたもんね。産卵セットも本当にこれでいいのかなっていうのを結構ね調べても、最終的に材にも産むし、マットにも産むし、あとは交尾とか産卵のタイミングはもうご本人にお任せしますっていう形で、こういうねセットにオスメス、ね、オスは顎縛りして投入っていうのをやったんで、やっぱりね他の人も結構ね大事に大事にね類大してる種類だと思うんですよ今の時期は。なんで多分ねこれが1年半年とか1年経つと結構ねその増やしてばらまく人がね増える種類なんじゃないかなっていうのはね確定だと思うんですよね。そうなってくると、お卵だ、この卵まだ細長い形してますね。本当に産みたてほやほやって感じです。ほぼ間違いなくね相場は下がってくるというか、今後ね入手しやすい種類にねなってくるじゃないかなと思います。わかんないですけど、ということでね、まあ、結構ねこのマットの中を、探して、まあね、とりあえずね今回の結果はこちらね、初齢幼虫が9、10、11、12、13匹得られました。で、卵が19得られました。合計で32個ですね。幼虫と卵の合計で、まあ、32個、1ヶ月でね、回収することができました。まだまだね、メスも結構元気そうなんで、これはね、また産卵一番で産卵セットを組んで、次はね、ちょっと材なしで産卵セットを組んで、またね、ちょっとゼリーをここ2日間くらい与えてから産卵セットに、ね、投入していこうかなと思ってます。で、こちらね、結構削ってた材は、今回ね、ちょっとこのマットと材は、もう一回ね、産卵セットに埋め戻して、1ヶ月くらい取りこぼしとかね、まあ、今回ね卵とかを回収してて本当にねこれ絶対回収し忘れあるなってくらい、まあ初齢幼虫とか卵とか探しづらかったんで、
間違いなくね、材の中にもね卵とか幼虫はいると思うので、もうまあ1ヶ月2ヶ月くらいはちょっとねこれ放置して、幼虫が大きくなった頃に取りこぼしをね回収し直そうかなと思います。こちらね卵と処理幼虫なんですけど、まあいつもだったらねプリンカップで1つのプリンカップに、ね、10個ずつとか、そういうね管理をしたいと思うんですけど、今回ちょっとレニノコギリクワガタ結構ね貴重な種類なんで、プリンカップに、卵ね5個ずつ、処理幼虫もまあ5匹ずつみたいな、管理をして、で幼虫がね一例幼虫 の後期とか二例幼虫の初期とかね、そのくらいある程度大きくなってきてから幼虫は個別飼育に移そうかなと思っています。プリンカップにちょっと、ね、今回のこのマットを詰めて、で側面からね卵とか幼虫が確認できるようなね入れ方で埋め込んで、で幼虫とかが、ね、大きくなるまで様子を見ようかなと思います。まあ、今回ね幼虫とかね処理幼虫とか卵を入れるんで、なるべくねそんなに固くマットは詰めなくてもいいのかなと思ってます。ということで、まあ、今回ね得られた卵とか幼虫を 200ml のプリンカップに移して、まあ、幼虫がね大きくなるまで管理をしたいと思います。でこれはね先ほどの産卵セットのマットをただ詰めたものになります。で外から孵化したかどうかとかも確認をしたいので、一応ね卵とか処理幼虫を入れる穴を5つねこういう風に開けて、こんな感じですね。こうすることでこの穴の中に卵とか入れたら、側面からねその卵が確認できて、まあ、いつね孵化したかとかそういうのが分かるんで、こういう風にね穴を開けて幼虫とか卵をね投入していくっていうことをねしようかなと思います。こういう風にねこの卵をこの穴の中に入れて、こういう風にねここで観察できるようにします。でここをちょっと埋めてあげて、ちょっとね空間広すぎましたけど、乾燥しなければ上をねこういう風に塞いで、まあ、中のね湿度が保たれてれば、まあ、卵にとってはねいいと思うので、こんな感じで得られた卵全部と、あと処理幼虫もねもう少しね大きくなるまでこのプリンカップでね管理してあげようかなと思います。ということで、まあ、今回はねこちらのレニノコギリクワガタの、産卵セット、まあ、1ヶ月後に割り出しということで、まあ、卵がねちょっと数え忘れちゃったんですけど、卵と幼虫合わせて、まあ、約ね30個くらい回収することができました。幼虫はねどの個体もねこれ処理幼虫で、こういう風なまだ孵化して、まあ、1週間経つか経たないかみたいなね個体がほとんどで、あとはねやっぱり、まあ、産卵セット組んでから1ヶ月後だとこのね卵の方が結構多い印象でしたね。でもまあとりあえずはねしっかり有精卵を産んでくれてるみたい でまだまだねメスも元気そうなので、引き続きね産卵セットを組んでいこうかなと思います。で今回ね、まあ、材にもかじった跡があるんで、まあ、おそらくね材の中にも卵とかね幼虫入ってると思うんですけど、割り出した時のマットと材は一度ねこの産卵セットに埋め戻して、でこのね産卵セットはこのまま、まあ、1ヶ月か2ヶ月くらいね放置して、取りこぼしをした幼虫とかね卵がある程度大きくなるまで待ってから、もう一回ねひっくり返して、改めて取りこぼしをね回収しようかなと思います。でこの後ね、こちらのメスはもう一度ね産卵セットを組んで導入したいと思うんですけど、まあ、その際はね次は産卵木なしで、マットはね産卵一番だけで、ちょっとね今回これ中ケースの大きめのセットを組んだんですけど、次はね小ケースくらいの、まあ、程よい大きさのセットを組んでいこうかなと思います。我が家ではねおそらくね一番高学習に当たるクワガタなんじゃないかなと思うので、まあ、結構ね緊張したんですけど、なんとかね類大成功することができたと思います。またねこれからもこのレニノコギリクワガタの幼虫の成長とかもね動画に撮って、こういう風に、ね、公開していこうかと思いますので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。いやーかっこいい。